みそすとをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、みそこです。今回は2024年3月にいたジョージアで食べたものたちをご紹介します。それではレッツゴー。ジョージアに来たのにいきなりですが中華料理を食べました。ノマドニアの受講生のみんながもう1ヶ月以上ジョージアにいるので別のお料理が食べたいということで中華料理屋に行きました。5人で食べたんですけども、量も適度でとても美味しかったです。酢豚や麻婆豆腐なども写真で指差しで伝わって嬉しかったです。そしてこれは別の日のお昼です。この日はみんなでラム肉食べたいねということでこちらのお店にやってきました。このラム肉がもうとにかく美味しかったです。しっかりと味がついているんですが、ホロホロっとしててでもギュッとしててかなり味が濃厚でした。うん、おいしい。野菜やソースを追加で乗せてくるんで食べてみました。またね、食感が変わってこれもとっても美味しかったです。ソースがちょっとスパイシーでピリッといいアクセントになってました。これはね、もう一回食べたい食材ランキングトップ10でございます。そしてこちらはジョージア初日に来たお店。今度はノマドニアの21期のメンバー全員と来ました。こちらはオジャフリ、ジャガイモがホクホクでニンニクも効いていてとっても美味しいです。ジョージは野菜が美味しいのでおじゃふりは結構食べましたね。にしても一皿がとにかくでかいのがジョージアって感じです。そして何やら奥から回ってきましたが、これはチーズ。現場の美佐子さん、よろしくお願いします。それっすね。美味しそう。売り買いがあるかも。このまま食べるの？そうです。あ、こ、優しい味。美味しそう。いいよ。その後はみんなでのぞみバーで飲んで歌って楽しい夜を過ごしました。いや、ノマドニアマジで最高だわ。さて今度はハチャプリです。もう感動でカメラが揺れてます。ジョージアに1ヶ月住んでいるみんなはですね、もう先輩です。食べ方もしっかり教えてくれます。上に乗ってるチーズも卵もたっぷりでぐちゃぐちゃにして食べるんだって。美味しそう。ここでも食べました、おじゃふり。さらにこちら念願のシュクメルリです。このクリーミーなスープにお肉がたっぷり、鶏肉ゴロゴロ。でも味は結構お店によって違うみたいですよ。甘いの嬉しさに気持ち悪い笑い方してんなこの人。とってもクリーミーで美味しかった。ですがこのお店のシュクメルリはそこまでニンニクガツンではなかったです。確かに思ったよりニンニクが。で他のとこ結構ガツンです。ガツンのとこがありますね。なるほど、ニンニクは気分か。うまい。キノコドーン、これも美味しかった。いや何度見てもやっぱり一皿がでかい。ジョージア、これ一人で食べに行くの大変だよね。またみんなでご飯食べに行きたいです。ということで次回もたくさん食べます。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントお願いします。 SNS もたくさんやっているのでよかったらフォローしてください。それではまた。